皆様こんにちは。サレジャン国際学園の動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日私からはですね、21世紀型入試ですね、新しいタイプの入試についてお話を申し上げたいと思います。私広報担当しております川上と申します。よろしくお願いいたします。まず私どもこれから始まる学校でございますので、少し学校紹介をですね先にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。動画をご覧ください。ご覧いただきましてありがとうございました。私ども整備学園という中高についてはですね、共学ではなくて女子校で今まで運営をされておりましたけれども、今度の4月からですね、共学化し学校名が変わり、新しいプログラムを用いてですね、教育を展開してまいります。まだご存知でいらっしゃらないという方もいらっしゃるかと思いますので、場所でございますけれども、赤羽駅です。今首都圏かなりいろんなところからですね、直通の電車が入り込んでいる駅でございますけれども、この駅から徒歩10分ぐらい、閑静な住宅街の小高い丘の上にですね、キャンパスを持っております。まだお越しいただいたことないと思いますので、学校の、施設のところ少しご覧いただきたいと思うんですが、校舎の方中身をですね、フルリニューアルいたしておりまして、教室などはですね、こういった全館 Wi-Fi 完備で、快適な空間になっております。で、また男子生徒さんをお迎えしますので、お手洗いですとか更衣室、そういったところもですね、きちんと作り直しておりますので、ご安心いただきたいと思います。いろんなタイプの授業にですね、対応できるようなお部屋をご用意させていただいたりですとか、図書室ですね、要所を中心に、蔵書を増やしております。また実習室ですとか、それからサイエンスラボですね、こちらもかなりいろいろな機器を今導入しているところでございますので、ぜひですね、学校見学をお越しいただければなというふうに思います。早速ではございますが、私どもの学校ですね、教育目標をですね、21世紀に活躍できる世界市民の育成とさせていただいております。今受験生の皆さんがですね、大人になった時にどのような世の中で生きていくのかと、そういったところを見据えながらですね、教育の重点項目というのを定めさせていただくわけですけれども、皆さんがですね、受験生の皆さんが大人になる頃、世の中どうなってるかなということを想像しますと、いろいろなキーワードが出てまいります。便利で楽しいもの、またそうでないもの、いろんなものが出てくるんですけれども、
私どもとしてはこのあたりは外せないだろうと。テクノロジーの進化とグローバル化、これは外せないので、またこれらが進展することによってですね、今気づいていない課題、問題点というのが出てくるであろうと。そういった意味で、先をですね、こう完全に見通すのが難しい世の中に、皆さんは出ていくということになろうかと思います。そんな世の中で必要とされる力は何かということを考えたときに、私どもとしては今画面に表示させていただいた5つの力、これらを育んでいきたいというふうに考えております。またこのあたりのですね、詳細につきましては学校説明会でお話をさせていただきたいと思うんですが、これらの力どうやってつけていくのかというところになってまいりますと、私どもとしてはですね、毎日の通常の1時間1時間のですね、授業の中で、これらの力を育んでいきたいというふうに思っております。こういった力をですね、元にといいますか、身につけてですね、21世紀に活躍できる世界市民を育成していきたいというふうに考えております。今、事業の中でというふうに申し上げましたけれども、事業の中で一体そういった力を身につけることは可能なのかというところ、疑問に思われるかもしれません。確かに通常通りの今までのですね、今まで通りのやり方をやっていては、これらの力を身につけることは無理であろうということなんですが、私どもの事業を全教職員、全教科で PBL 型の事業を導入させていただきます。PBL 型の事業はですね、一つの正解のない課題を皆さんにお渡しして、その解決法を構築するという作業の中でですね、思考力を深め、知識を定着していくというようなスタイルの事業でございます。流れとしては、今画面にあるようなですね、形で事業が進んでいくということでございます。この事業のですね、特徴を少し申し上げますと、グループのブレストが行われる段階でですね、クラスメートに触発されてですね、知的探求心というのがものすごく高まっていき、その刺激を受けてですね、考えるということが始まり、それが常態化すると。で、与えられているですね、課題に対する理論構築に必要な知識を能動的に獲得していくがために、今までよりもですね、異常にこう高い知識の定着率が期待できる事業ということでございます。これと同時にも思考力とかそういったところも高まっていくという形です。で、そんな事業の中でですね、大切にしたいもの、このあたりを大切にしたいなというふうに思っています。こういった部分があるので、事業が楽しい。事業が楽しいから、もう学校に行きたくてしょうがなくなる。そういった学校を作っていこうということで、プログラムを組んでおります。この事業の中でただ1点だけ、いくつかあるんですが、一番強く引かせていただくルールというのが、相手の意見への否定の禁止ということになります。自分と真逆の意見が出てきたり、とんちんかんだなと思われるような意見が出てきてもですね、相手からしてみれば、自分の方が真逆の意見を持っているのであって、自分の意見の方がとんちんかんなのだなということを知ってもらいたい。相手を認めることによって初めて自分の居場所ができるんだよということを6年間できちんと理解してもらいたいなというふうに考えております。で、こういった活動を通して先ほど申し上げたですね、力を身につけていきたいというふうなところでございます。お話をですね、入試の話に移らせていただきますけれども、私どもの入試ですね、いろいろなポリシーに基づいて作成をさせていただいております。先ほど申し上げたように、どんな人間になってもらいたいのか、どういうふうになってもらいたいかという将来の姿を考えたときに、それは21世紀に活躍できる世界市民になってもらいたい。そのために、6年間どのように過ごしてもらうのかというと、こちらですね。本科の生徒については、研究者たる姿勢で主体的に学ぶ。こういった6年間。それからインターナショナルコースの皆さんについては、英語で学び、英語で思考する6年間を過ごしてもらいたい。こういったカリキュラムを組んでいるということでございます。で、こういった授業をですね、よりこう有意義なものにするために、皆さんの6年間の学校生活を有意義なものにして、得るものを多くしていくために、どういった生徒さんに入ってきていただきたいかということを考えたときには、私ども多様な個性を持ったいろいろな生徒さんに集まってもらいたい。
その多様性が担保される空間であるからこそ、自分というものを見つけ、世の中というものを見ていけるというふうに考えていますので、いろんなお子さんに入ってきていただきたいというふうに思っています。ですので、アドミッションポリシーとしてはですね、多様な学習歴を評価していきたいということで、いくつかのタイプの入試をご用意させていただいておりまして、その中で、いわゆる21世紀型入試というふうに言われるものも導入させていただいております。画面に入試要項をお示ししましたが、こちらにある赤で囲まれた部分なんかにつきましてはですね、今まで通りの通常の国産シャーリーの試験になります。これは本科のお子さんと、それからインターナショナルクラスでもグローバル、失礼いたしました、スタンダードグループですね、の皆さんは、こちらの受験をしていただくことが可能でございます。通常の採点方法ですね、特に変わった形はございません。足切り点ございませんので、落ち着いてですね、苦手なところも克服しながら、得意なところを伸ばしていっていただきたいというふうに思います。で、また次の自由選択二科というのは、2月1日の午後に設定されておりますが、こちらについてはですね、入試のスタート時に、国産シャーリーの問題冊子が4冊同時に渡されます。で、そこで最初の数分使ってもらって大丈夫だと思うんですけれども、問題を見てですね、自分が一番解きやすい2つの教科を選んで回答してもらうということになります。ですので、組み合わせはどれでも構わないということになります。で、全部でですね、これ1回60分で解いていただきますので、通常の回に出される国語と算数の問題よりは、問題が国産については少なくなっている。合わせて60分で解けるような問題量になっております。そして今日のお話、ここの話になるかと思います。2月4日の午後に21世紀型入試ということで、思考力問題をご用意させていただいています。適性検査というふうに要項上に書いてしまっているんですが、これ中いわゆる公立の中高一貫校のですね、適性検査型の入試を捉えてしまうと、ちょっと出題の仕方が違ってまいります。ただ、そういった練習をされているお子さんにもですね、対応していただける入試かと思いますので、少しご説明を申し上げます。この入試につきましては、特徴がですね、こういった形になってまいります。一つの正解は存在しない。課題を発見する力を見ていきたい。合理的な解決策を自分で考えていけるかどうか、こういった力を見ていきたい。それから、それらが論理的に表現できているかというところを見ていきたいという入試でございます。まだ過去問がございませんので、ご心配になるのではないかなと思います。例題をですね、一つ挙げさせていただきます。こちらになります。こういった出題になります。かなり出題の仕方はシンプルになろうかと思います。このような、これ例題でございますけれども、このような写真がまず提示され、次の写真の問題点を指摘し、解決策を提示しなさいという、こういったシンプルな問題になっています。で、こういった問題がですね、5題、提示されるんですけれども、こちらについてもですね、その中から全てを答えるのではなくて、その5題の中から自分が一番興味を持ったもの、語れるな、表現できるなというふうに思ったものを一つ選んでいただいて、それをですね、50分で回答していただくというスタイルになります。さらには、これ、回答用紙がですね、いわゆる原稿用紙の形にはなっておりません。A3 の白紙の状態になっておりますので、文章を50分かけてそこに入れていただいても構わないんですけれども、自分はですね、図を用いた方が説明をしやすいとか、絵を書いた方が説明をしやすいという場合には、そういったものが、そこに記されていても OK だという形でございます。これ、どういったところを見たいのかというところとかですね、どういうふうに回答していけばいいのかということになりますが、出題の意図としてはやっぱり自ら考えて、解決策を自らそれも構築して表現できるかというところなんですけれども、回答の切り口としては、こちらちょっと戻りますが、これ災害時のですね、避難所の写真になりますので、
まあ、それを理解した上で切り口としてはですね、衛生面の問題はないかなとか、プライバシーどうかな、食料の問題どうなってるかな、そういったようなところを切り口にして解決策なんかを探っていただくというのが一つの方法かなというふうに思います。で、採点の時にはですね、そういったこれが避難所の写真であると、でそこで何か問題生じていないかとか、そういった課題をきちんと認識しているかですね、それから解決策が示されているかとか、論理的に物事が述べられているかと、こういったところを採点の対象とするということでございます。で、今1問だけこう出させていただきましたけれども、またこういったのとはですね、少し、経路の違う問題としては、こういった2つ目の例題でございます。こういった問題なんかもある。右のケーキを7人で分けます。誰も文句言わないように分けたいのですが、あなたならどのような方法で分けますかということですね。かなり、目を食らってしまう問題かもしれませんけれども、これについてはですね、処理の難しい条件下でいかに自分の合理的な考えを述べることができるかということなんですが、何もですね、きっちり数学的に7等分というものを求めているわけではないんですね。問題もこうでしたので、誰も文句を言わないように分けるためにはどうするかということなので、まあ、切り口として7等分にできるだけ近い分け方を考えてみたり、全員が納得するようなルールというものを構築してみたりとかですね、こういったアプローチの方法は一つではないということでございます。これらのこういった問題がですね、5問出されますので、その中から自分が書けるなというような問題を一つ選んでいただければというふうに思います。いわゆる21世紀型入試のところはこの部分で、説明終わりという形になりますが、これもですね、新タイプの入試になろうかと思います。こちらについてもですね、英語の入試がございますので、ただこの入試についてはですね、インターナショナルクラスのアドバンストグループを受験される皆様方への入試ということになります。だいたいレベル間としては英検2級程度の問題と、それから英語のエッセイ250ワーズぐらいで書いていただく形になります。またそれに加えて、ネイティブスピーカーの教員と日本人の教員2人によるですね、面接を加えさせていただいております。こちらについてはですね、一般の2月の入試のところにも組み込まれておりますが、先行してですね、11月から帰国生の入試が始まっておりまして、第1回のところはですね、20名の方、皆さんですね、英検2級以上、それから準1級のお子さんも交えて入試をさせていただいて、多くの方に入学手続き取っていただいてますので、そういった環境でですね、勉強したいという皆さんにとってはかなり充実した環境を提供できるかと思いますので、ぜひ学校説明会等にお越しいただければと思います。失礼いたしました。先ほど今ご説明申し上げたところですね。あともう一つ加えて、こちらの英語の筆記の学力試験についてはですね、セパール B1 以上、だいたい英検ですと2級以上ですね、こういったスコアをお持ちの場合にはコピーをお出しいただければ、この部分は免除させて。本日はですね、サリジャン国際学園の動画をご覧いただきましてありがとうございました。私どもですね、これからですね、皆様方と一緒にですね、これから必要とされる学校というものを作り上げてまいりたいというふうに考えております。第1期生になるということは少し不安を抱かれるかもしれませんけれども、これからの世の中でですね、求められている力というのが、人から与えられたタスクをですね、人よりも早く正確に処理できる能力というものだけではなくてですね、何が問題なのか、今何が足りていないのかということなんかを自分で発見して、その課題に対する解決策というのを編み出し行動していく、またさらには仲間を巻き込んでという形でですね、そういった力が問われるかと思います。そういった力を身につけるということについてはですね、第一期生として一緒に学校づくりをしていただくというのはですね、ものすごく貴重な教育のステージになるかと思いますので、ぜひ私どもと一緒に6年間勉強していただければというふうに思います。本日は
サレジャン国際学園のですね、動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。失礼いたします。